もうあっという間ですね。元旦の日にね。あの羽田空港から中継してお届けいたしました。けれども、局はね。今年初めてかなと思いますけれども、皆さん見ていただいておりますでしょうか？今年もよろしくお願いいたします。えー、元旦ね。羽田空港で中継しておりました。けれども、そのね。数分前に、えー、7時からね。このあ、この番組17時から。 まあ夕方の5時からスタートのね月曜日番組でしたけれども、数分前ですね、4時台に羽田空港もかなり揺れておりましたけれども、この度はもう元旦早々からね、皆さんね、悲しい思いもたくさんあったと思いますけれども、石川県能登半島、地震によりお亡くなられた方、そして羽田事故により殉職された皆様こ、こより、お悔やみ申し上げます。 そしてまだ被災されている方心配な方もいられると思いますそしておけがされている方心よりお見舞い申し上げます山ま雨もないということで必ず、ね、晴れも来ますし悪いことも続かないと思いますので皆さん頑張って過ごしていただけたらなと思います今日も明日へ未来に役立つ情報そして元気になっていただくテーマでお届けしたいと思います リエルグループではあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでリエルまたはロゴ、RIIR で検索いただくとこの総合ページが出てまいりますえ。左下にありますバナー新着トピックスです。今年もね、もう昨年はたくさんご取材いただいたり、密着番組をね、していただいたり、いろいろね、あの私でなく世界が注目する、 再生医療がね注目されているということでご指ただいたことがたくさんございましたけれども今年もねたくさん励んで業務に励んでまいりたいと思いますので是非皆様どんどんね新しい新着情報をここに載せてい,いきますので是非、はい、見ていただき今年も一緒に元気になって若返っていただけたらなと健康寿命を伸ばしていただけたらなと思います。<laughs> 昨年 見逃したたといいいう方はね、あのー、ここから開いていただく各月ごとにねカテゴリーを挙げておりますけれども密着取材された番組とか見逃された方再視聴をしたいという方はねぜひここから見ていただくとバナーを、ね、作っておりますので各テレビ局の番組の公式ページから再視聴できるページとつながるようになっておりますのでぜひ開いていただきご覧いただけたらなと思います。は <noise> はいもうそうそでですね羽羽田空港では羽田空空港港 だけの福袋も販売しておりますのでまだ販売中でございますからぜひ皆様羽田空港にもお立ち寄りいただき手に取ってお持ち帰りいただけたらなと思いますはい戻っていただきまして下の方にスクロールしていただいて2ページ目キレイクリエイターこれは私が考案提唱するカウンセリングシステムを設けながら各業務を行っておりますその方に あったお手入れ方法、商品、施術など、エクササイズなど、あらゆる方面から若返っていただける、健康寿命を伸ばしていただける商品ご提案をさせていただいております。カウンセリングすべて皆様からね、あの入っていただき、やっていただけるようになっておりますのでね、もう安心してお悩み、ご相談をしっかりしていただき、お受けした上でね、ご提案させていただいておりますので、安心してお手入れ始めていただけたらなと思います。 そして下の方にスクロールいただきまして3ページ目各ローマ字頭文字のページをクリックいただくと各業務のご案内ページとなっておりますセンターにあります R はリエールセレクト私がおすすめしている再生量商品再生量にまつわる商品をオンラインショップで皆様にご提供しておりますそして全国に業務医療を提携しております病院クリニックのご紹介そして幹細胞治療 金の糸美容施術を得意としております東京渋谷にありますベル美容外科クリニックもここからご覧いただけるようになっておりますこちらも全てカウンセリングから入っていただけるようになっておりますので是非お問い合わせいただき、はい、ご相談いただけたらなと思いますそしてピンクの愛のページ「ご真術クラウンマガの業務でございます クラウナガは世界でで賛されてて、いいる技でございまして世界の警察が取り入れていいる技でございます。日本の女性では唯一インストラクター資格を保有しているということもありご指導で当たらしていただいております海外では CIAFBISWAT などボディーガードさん SP さんなどもトレーニングされておりまして日本では警察自衛隊大手警備会社の方もご指導に当たらしていただいておりまして皆様にトレーニングしていただいているものでございます 逮捕術、防護術として採用されている技でございますけれども、護身術という形では、皆様にぜひ習得していただきたい技でございます。一般の方にもね、もちろんね、ご指導させていただいておりまして、老若男女問わず、お子様からシニアまで、老若男女問わず皆さんにね、楽しみながら、ストレス発散しながら、一石二鳥三鳥で習得していただける技でございます。スポーツに自信のない方も、体力に自信のない方も、 初めていただき習得していただける技となっておりますので心配することなくまずは体験からでも入っていただきクランマが走り始めていただけたらなと思いますそしてクラウンマがアクション監修などもさせていただいておりまして世界の海外の映画ドラマなどにもクラウンマガの技が取り入れられている作品がたくさん数々ございますそれもここからねどんな作品か、えー、見ていただけるようになっておりますので ご覧いただき、映画とかね、ドラマとか見ていただき、クランマカの技を知っていただけたらなと思います。はい、もうね、格闘家の方、アスリートの方、スポーツ選手の方も、もういろんな方ねトレーニングしていただいてね、あのー、クランマーが楽しんでいただいておりますし、あと上はね80代の方、一般の方でもね80代の方がトレーニングにいらっしゃって、もう階段登るのも大変だと。 もう日々大変な足腰が痛いっておっしゃってた方もですねトレーニングされてもう日々の生活が楽になったと言ってね若返っていただいたりかつクラウマガという誤診をね習得していただいたりというねもう元気なお声をたくさんいただいておりますので是、ね、非皆様体験からでも始めていただければと思いますお気軽にお問い合わせくださいませそして「委員のページ「不動産業務」です売りたい買いたい何なりとお気軽にお問い合わせください 日本でねもうどん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 世界に発信している再生量商品でございますけれどもはいもうね注目いただいて世界が注目されている日本の再生量は本当に優れております。研究者の方も本当にねどんどんねいいものをどんどん作られより出すように。 はい、進めておられますけれどもたくさんねリエルセレクトで商品を出しして皆さんのご提供しておりますけれども今ねもう肝細胞とかエクソソームとか NML っていうのはも馴染みある言葉になってね皆様がね知っているものになってきて嬉しい限りでございますけれども2019年からリエルセレクトではねもういち早く皆様におすすめしご説明しご提供してきたわけでございますけれどもね2019年から始めてきてもうね 今やっと皆様がね知る言葉に商品となったことは本当に嬉しく思っておりますけれどももう次なるものもう私の中ではね2019年から皆様におすすめしご提供していたものですからねもう次なるものもう古いということで次なるものはセノリティクスということでねセノリティクス議論でございます老化を老化細胞はねあのー、さ排除 できるものと除去できるものということでねお体の中の、ね、老化細胞をどんどんねなくしていただき増やさないようにしていただきねもう現状維持の手入れではなくアンチエイジングからもう今やリバースエイジングということでね実年齢に反して体内年齢見た目年齢を10個も20個も若返っていただくということでおすすめしている商品を数々出して新しいものをどんどん皆様にお知らせしているわけでございますけれどもはいそれで、ね、皆様にどん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 嬉しいお声をいただいて。 エビデンスがどんどん揃っておりますけれども、募っておりますけれども、研究開発してね、もうエビデンスが揃っているものでしか皆様にご紹介をしておりませんのでね、たくさんそういう情報が集まってきている中、こんな方もあんな方ももっとね、こう期待を持っていただき、あやかっていただき、一緒に若返っていただき、健康になっていただきたいなということで、いろろな情報をね、皆様にご提供していきたいというところで、ディエル再生医療研究所ということを、ね、発足いたしました。はい昨年ね えー、起業20周年ということでね、リエルグループ20周年のイベントもさせていただいたんでございますけれども、はい、もう21年目に入りまして、どんどん皆様にお役に立てればということで、しっかりね、リエル再生医療研究所発足ということでね、どんどん皆様に確かな情報を、そして、ドクターご指導のもと確かな情報、そしてエビデンスとね、科学的根拠に基づいた内容を皆様にお伝えし、はい。 発信していいけたらなということで、はい、ここもホームページどんどんリニューアルして作っていってまいりますのでここもねまもなくオープンさせてい,たいきたいなと思っておりますのでぜひ皆さんも楽しみに待っていていただければなと思います <noise> そして最後 R ですメディアですね私はじめとしてアーティストもおりますそしてボクサー 世界ライトフライ級 WBC、WBA の統一チャンピオンであります、寺地健志郎選手の情報もここに載せております。はい、ゴングなりましたけれども、私は戦わないですよ。健志郎選手、もう皆さん、待ってていただいておりますか ?1 月23日ですよ。まあ、平日の、ね、火曜日ということになっておりますけれども、大阪で防衛戦を決まっておりましてね、準備しております。もう皆さんね、チケット発売になりましたら、お求めいただき。 会場で一緒に応援いただけたらなと思います。もう、あっという間ですよ。1月23日試合ですからね。今月ですよ。もう1ヶ月切っておりますからね。どんどんね、本人トレーニングに励んでおります。年末年始、大晦日とかとね、元旦だけはちょっと休息したのかなと思いますけれども、もう2日からトレーニング始めておりますしね。年末年始の感覚ないまま。しかも今日1月6日。 ケンシオ選手の32歳誕生日でございます。ケンシオ選手、おめでとうございます。<laughs> はい、今日でね、32歳の誕生日を迎えてお祝いしたいところでございますが、もう本人はね、お祝いということはね、試合の後とにということでね、もうトレーニングに励んでおりますし、減量にもね、励んでいるところでございます。皆様、陰ながらでも、どんどんあのコメントを寄せていただき、応援いただき、はい、元気づけてあげたらなと思いますけれども、はい、1月23日の防衛戦、楽しみに待っていて、 応援してあげていただければなと思います。はーい。そしてゲールグループではあらゆる SNS をやっております。公式の Facebook にページございますね。はい、ぜひ見ていただき、この番組の最新情報そして各業務の最新情報もどんどんアップしておりますので見ていただき拾っていただきそしていいねしていただければなと思います。 お気軽にコメントなどお寄せいただきましたら、お答えさせていただきますので、ぜひお寄せいただければと思います。<noise> そしてインスタグラムもやっております。クラウンマガの会員さん、生徒さんはですね、世界におられますからね。もうどこの国に行ってもクラウンマガスタジアございますから。 はい、私のインストラクター資格もワールドワイド資格で、ね、世界資格になっておりますけれどもどこに行っても教えられるというものでございますが今日本で教えておりますけれども海外の、ね、クラウマガのメンバーさん、会員さんたち生徒さんたちが見ていただいているということでどんどんね、ちょっとフォローもしていただいているようでございますがまだ知らないという方はぜひフォローしていただきそしししてていいいいいねもたただけたら嬉しいですはいそして TikTok もスタートしております。 はい、先月でオープンして、えー、1週間で3万回視聴ですかねされたというご報告をいただいておりましてありがとうございます1週間足らずで3万視聴回転はすごいなって嬉しく思っておりますけれどもまだね始めたばっかりでございますけれどもどんどん皆さん見ていただきはい参考にしていただきはいあのためにしていただけたらなと思いますしっかりねあの科学的根拠に基づいた内容をお伝えしておりますのでそしてねそれに えー、ちなんでどんな商品がおすすめかというところでもねリエルセレクトで選んだものをご提案しておりますのでぜひ皆様お試しになっていただけたらなと思います <music> はいそして各ページの QR コードをご用意しております公式ページから入っていただいても各ページリンクしておりますけれどもご興味あるページは今ここから QR コードを読み込んでいただきご登録いただいてすぐ 開いていただけるように見ていただけるようにしていただけたらなと思います。はい。えーなんでしょう。今日の一品いきますかね。はい。今日のおすすめの一品はこちら。バス H でございます。 はい、もう名前の通りバスは、ね、あのお風呂で使っていただきたいもので H は皆さんも覚えてますか小学校の時にあれましたよね、はい、水素でございます、はい、バス H もうお風呂の中に、ね、この,あの入浴剤を入れていただくと水道水でためたお水も水素,に水,素水に変いていただいて、はいもうあのー、お風呂の中は、ね、経費吸収 っていうものがありますからねお肌から経費吸収でしっかりねあの良い成分を若返り成分をどんどん入れていただき届いてほしいところに届く形で作っているものでございますからねもうつかる美容液というかね、はい、入浴剤というよりも,もう美容液の中に使っていただくというイメージでお作りしておりますけれども、はい、入浴剤っていうとねもう当たり前に温まる。 潤っっててていいいたただだくくく結構しうのはね、まあ、当たり前でございますよ。当たり前にプラスアルファ若返っていただけたらなということで、はい、この商品にはですね、もう若返り成分をたくさん入れております。肝陽系幹細胞、潤化培養液入れておりますよ。うん、使うだけのものに、洗い流してしまうものに、こんな有効成分、若返り成分を。 入れちゃうのもったいないじゃないっていうねありがたいお声をねいただいたりもしておりますけれども経費吸収ですからねもう使っていただき入っていただき温まりながら潤っていただきお肌もねツルツルすべすべハリハリ肌に若返っていただければなというものでございますはいもう懐かしいとね思ってらっしゃる方あのシャワーを浴びてね水が弾く肌何十年前の肌だよっていう、ね、思ってらっしゃる方もですね 使っていただいてです、ね、水がシャワーの水が弾くようになったというね嬉しい喜びの声をもう大先輩のね年齢の方から男女問わずお声をいただいているっていうものでございますけどももう入った方にしかわからないですからね是非皆様入っていただけたらなと思います。 あの炭,酸水素炭酸水素ナトリウムとかね入っておりましてもうあのお風呂の中に入れていただくことによって疲労物質がねあの本当に乳酸から乳酸気になされてる方もね中和されていただくということでねリカバリーにも役立っていただけるんじゃないかなという入浴剤になっておりますからね。もうこんなものは こん同じ入浴剤見た目はね入浴剤って分かんないと思うんですけど入ってこんなに違いってあるとかっていうぐらいに本当にね喜んでいただいたりしておりますからねぜひ皆様一度試していただけたらなと思います量もねミリあに 500g 500入れておりますからねもうこれぐらいのしっかりおっきなねあのパッケージに 500g しっかりドサッとねパウダー入れておりますからね家族で皆様でお風呂入っていただくきにどっさり使っていただいたらなと。 もうあのー、しょぼい少ない量ではございませんのでね 500g 入れてこの価格でございますからねはいしっかり潤っていただき若返っていただきハハリハリいいいのツヤツヤ肌にななってたただいたらなと思います年 <noise> を重ねた方もお子様も皆様元気なつるつる若々しい肌に戻っていただけたらなと思いますので温まりながら循環良くしながら若返りながら健康地味を伸ばしていただきながらということでね是非。ぜひ お試しになってみてみください、はい、入れていただいた中でね H 水素水水素風呂に変わりますからね水素風呂に入っていただいたらね普通のねあのお湯のお風呂とはちょっと違いが分かっていただけるんじゃないかなって思いますけれどもまずはお試しいただければと大体いい、あのー、浴槽にあの中にスプーンを入れておりますからね 2杯,2杯ぐらい23杯ですかね、まあ、あの入れていただいたらとす,すり切り2杯ぐらい入れていただいて入っていただけたらなと思いますあんまり入れすぎるとねあのとろみ成分がちょっとありますのでねつるっとなってしまったりする方もいて危なかったりしますからねお肌がつるつるになる分、あのー、浴槽から上がる時に滑りそうになったよっていうね危ないお声とかもいただいたりしておりますからそこは皆様ご注意いただいてお肌だけすべすべで転倒するようなことがないようにはいあの、量はね2杯ぐらいで はい十分でございますからあまり欲張って入れなくても大丈夫でございますのではい、お試しいただけたらなと思いますはい「エルセレクト」のページから開いていただくとすぐにお求めいただけるようになっておりますので是非皆様お試しくださいませはい、そしてさっきねあのー、新着トピックスで羽田空港の福袋の話題をお伝えいたしましたけれども「エルセレクト」でもあのー ラッッキーバッグということでね福袋ご用意しご提供しておりますはいちょっとねあの価格が違います羽田空港のは5万円相当のが2万円っていうのをご用意してるんですけどもディエルセレクトの方はここがちょっと違くって6万円相当のが3万円ということだあと10万円相当のが5万円ということで本当に込み込みのこの価格でございますからね切りのいい数字ではい皆様にもう大プレゼントラッキーバッグでございますよ あのお求めいただいた方がですねめちゃくちゃ喜んでいただいておりましてこの価格のこの10万円相当がこの価格半分で手に入って本当に嘘みたいっていうことででで、ね、これねまたねあの羽田空港のラッキーバッグとリエルセレクトのこのサイトからあのご準備しているラッキーバッグの中身は全然違うんですよだから羽田行った方とリエルセレクトでお求めいただいた方は被らなかったりとかあの全然違うのであの ランダムになっておりますからねそれぞれちょっとご注目いただいたらなというところとあのー、中身が全然バラバラになっていてランダムにあのお詰めしているので2つ買っても中身が全然同じじゃないんですよね。なので、あのー、元旦からお求めいただいた方が追加で。 3袋とか追加で5袋とかっていうねあのお求めいただいたりとかして1人の方がね何袋お求めいただいても全然楽しんでいただけるようになっておりますからあとねご家族でねお求めいただいても中身でね交換したりとかねお友達同士で交換したりということもできるかなと思いますのでぜひぜひというと,てところでおすすめでございます羽田空港の方はね、あのー、限定で 明日までかな、あのーまあ、ちょっと期間延長するかなという、ね、あ,のあまりにも皆さんお声をいただいているので、延長するかなというところもございますけれども、ディールセレクトの方は春節までということでね、春節水ですかね、あのー、海外の方も見ていただいたりとかお求めいただいたりとなりますから、春節までということで、ね、ちょっと長い期間ご用意しておりますけれども、まあ、福袋というかね、まあ、ラッキーバッグということで、あのー、はい。 ご手入れい,ただいたらなとで今年はねもう若返っていただきたいということでねあのこのディエールセレクトの方の,あの,あの羽田の方のあれは本当にいろいろごちゃ混ぜてねあの中松博士の商品とかも入っていたりとかいろいろ混ぜているんですけども本当のディエールセレクトなんですけれどもディエールセレクトのこのサイトの方はですねあのクリニックのクリニックで使われている商品とかも 混ざっていたりとかしますのでクリニックで販売されているね、あのー、商品とかも混ざっていたりするのでぜひお試しいただけたらなと。で、あのー、お求めいただいた方がねクリニックで注射したり点滴したりとかいうのはすごくなかなかいけるものではないけどそれに通ずる成分のホームケア商品がお手入れで,お手入れできて自宅でクリニックのお手入れができてるような。 できるような商品が詰め込まれててこれはすごいということでねこれは安いっていうふうにおっしゃっていただき1人で何袋っていうねお求めいただいてる方も何人もいらっしゃるんでございますがはいこれにはね2月10日まで春節までちょっとロングにあの期間を設けておりますのでぜひ皆様ディエルセレクトから入っていただきさっきのねパスエイチもディエルセレクトのページから入っていただくと見つけていただけると思いますけどもはい初めの方に出てくるラッキーバッグもぜひ皆様よろしければ。 お手に取ってて試していただきもうどんどん今年はね若返っていただき辰年ですからね辰のようにどん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 こう飛躍して登っていくためにも若返っていただき体内年齢もググッと復活してリバースしていただき元気になって健康になっていただけたらなと思っておりますのでぜひ皆様ラッキーバックお求めいただけたらなと思います。 はいはい、あ,あとですね、えー、羽田空港の元旦の日に皆様に、ね、あの発表というかお伝えしたんでございますけれども今年ですね、えー、本来は1月9日来週火曜日スタートで私の帯番組が BS11 でタイトル「8プロミス」ということでねあのスタートする予定になっていたんですけども ちょうど昨日ですね、ご連絡をいただきまして、ちょっと期間あの、放送の開始がちょっとずれてしまったということでね、放送の変更が出ておりますので、1月9日スタートというふうにね、先日ね、お伝えして、皆様も録画予約をね、してくださったという方もいらっしゃるんですけど、一旦ちょっとね、録画予約を取り消していただいて、またね、改めてスタートの日にちが決まりましたら、この番組でもお伝えさせていただきますので、ちょっとね、あのー、 密着取材の中で、でそうです。私のデールセレクトの,あのメーカーさんというかねあの企画製造であのやってるのが石川県にまつわるところもございましてその番組の密着の中で私が密着で石川県にねあの打ち合わせしに行ったりとか石川県にお尋ね,ねして結構観光してるところとかもあの密着していただいう。 ところがありそれがね番組にもあのお流しするような皆様にお知らせしていく感じの流れなんでございますけれども今ねこういう時期でもございましてもっとね、あのー、落ち着いた時に石川県のいいところをご紹介たくさんさせていただければなというところもあり、はい、あと番組もねいろいろあの番組の変更ができたりとかあの正月で、ね、皆さんニュース番組に差し替えられたことで。 放送予定だったお正月のね放送予定だったものもちょっとあの放送日程が変わったりとかいうそういうね調整もあるらしくはい局の方からですね放送日のちょっと変更っていうのが上がってきておりますので先日お伝えした1月9日スタートはちょっとね月が伸びてはいスタート地が変わってしまうことになりましたのでまた改めてご報告させていただきます。 でもお蔵入りじゃないみたいなんでねちょっと皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。プロミスですあのなんか 以前あのフジテレビさんでしたっけあの「セブンルール」っていう番組がねあったと思うんですけれどもあれが何年かしてねあの終わっちゃったということで残念な声が上がってたということもありその時にねまつわったスタッフの方とかがなんか違う形でできないかなっていうのもあったりこういう番組のテーマでできたらいいかなって思ってらっしゃったところにですねはいなんかあの注目いただいて、はい、8プロミスってことでね8個の私のルールということであの皆様に。 元気になっていただけたらなと、何かお役に立てたらいいかなっていうところでお伝えしている密着の番組ともなっている構成のようでございますが、はい、エイトプロミス楽しみに待っていていただければなと思います。はい。いやもうさっきバス位置お伝えしましたけども、本当に最近なんか。 まあね地方から比べると東京都内はまだまだ寒いっていうね12月らしくない1月らしくないっていう感じなのかなと思いますけどもでもでも寒いですよね。はいもうこんな時はねさっきのねバス停ジに入っていただき温まっていただきもう循環よくしていただきあれば、あのー、41度。 高くても低くててもも低なんですよね。41度の温度設定で15分間しっかりね首まで浸って使っていただくともうあの体内の病魔が体内の必要ない菌が、はい、居心地が悪いと言ってね逃げ出していくということでねあのおすすめされているものでございましてあの大病を患ってらっしゃる方とかなんかねあの がんを患ってらっしゃる方とかあの、入院患者さんとかもね、皆様にお勧めされていて、あの十五分間ね、四十一度のお湯で、あの入浴剤の中にこうしっかりこう浸っていただくと、もうね、体の中が本当にあの居心地が悪くなって。 悪い病魔とかがこう出ていっちゃうという、ね、状態で皆様ね信じられないとおっしゃっている方も本当にね信じざるを得ないような,、ね、なんか経過変化を見ていただいているという声もあったりするように健康にも、ね、なっていただけるお風呂というふうにも言われておりますので、まあね、あの理想的な結果に、ね、少しでもなっていただいたらなと思いますので同じ入るなら、ね、ただのお湯ではなくバス H に入っていただきたいなというところでございますけれども。 なんか風邪ひ、ね、いてらっしゃる方も最近はちょっと増えたりインフルエンザも流行ってらっしゃるようなので、ね、皆さん本当に十分に気をつけていただきたいなと思いますけれども気をつけるといってもねどうやって気をつけるのっていうところがございますからね、まあったかいお湯に入っていただいたりあと湯冷めをしないように気をつけていただいたりあとお食事とかもねすごいしっかり気をつけていただきもう気をつけることにね越したことはないですからね気をつけ方もいろいろわからないこともありますけど、まあ、でもしっかり気をつけていただき。 体と向き合っていただいてね。あのケアいただいたらなと思います。あの風邪とか引いたり、あと病気とかしてね。病み上がる方って、あのー、どうしてもどんな方でも自分でも実感されるかなと思うんですけど、どうしてもお顔とか？雰囲気がどうしても病み上がりで、なんか老け込んじゃいますよね。あれってすごい不思議じゃないですか。同じ状態なのにちょっと風邪引いて寝込んでただけでちょっと体調悪くて寝込んでただけで復活したのに。か その前よりもドドドッと吹き込んだりとかするじゃないですか肌も雰囲気もツヤとかも髪の毛もなんか全部あれって何でかなーって皆さん思いませんあれってあの体の中には生まれた時からどんな方にでも体の中には幹細胞っていうのがねあの持って生まれているんでございますけれどもその幹細胞は悪いところ、まあ、命優先に働く ものでございまして、幹細胞がで、ね、悪いところとかどん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 パク,パクパクパク食べてくれて、あの治療に働いてくれるのが幹細胞なんです。で、幹細胞は生まれた時から。 どんどんチケットののよよううなな回数券イメージですねどんどんどどんん回数券のようなイメージで病気とか怪我を修復するためにどん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 使って働かれてそれがどんどん減ってしまうということでね減ってしまうということでどんどんゼロに近づいてしまうんですけどゼロになった時がその方の寿命と言われているものでしてなので大病した方 怪我をしししした方方はねねそれれに修復ててててどんどどどんんんんん使わわままううのでで幹細胞っっ個人差ががあって減り変すよ、ね、なので大病した後とかそうやってちょっと老け込んだなと思うのはやっぱり命優先に幹細胞が使われるのでたくさんある時には健康とか見た目とか若返りに働いてくれるんですけどなんか不調になったり怪我になった時にはその命優先とか怪我とかそういうところの修復に一生懸命幹細胞が働きかけて使われることによって見た目とかに使わって働いてくれなくなっちゃうんですよね。 なので病み上がりとか病になってる時とかはね若返りに働いてくれないかために老けてしまったりとか老いてしまったりこうなんかねツヤ感がなくなったりとかっていう,こう老け肌になってしまったりとかするんですけれどもだからまあ、治ったっていうのはねいっぱい幹細胞が働いてくれて治してくれたっていう感じがあるのでねそこで 復活はしてるんですけどそのために働いたことによって見た目が急にね老け込んだりっていうそこが原因というふうに言われているようなものなんでございますけれども幹細胞ってね本当にね大事なものでしてよくね皆さんあのー、幹細胞って最近もう聞き見なじみある言葉になっていますからね知ってるっておっしゃるんですけど単語を知ってるだけでどういうものかをねまだまだねご存知ないって方もたくさんいらっしゃるようですので今日はね一緒にねちょっとお勉強っていうかね知っていただきたいなというところでございます はい幹細胞っていうのはねさっきねお伝えしたみたいにねあの生まれながらにして生まれた時から皆様が持って生まれているものであの体の中にあるものでございます、はい、資料があ,るありますかねあの一番左上のところですねはい左上のところに幹細胞ってありますけれどもまああのお父様とお母様が仲良くされて受精卵として今ご自身がね生まれて いるわけなんでございますけれどどどもその幹細胞が、まあ、受精卵となって,そしてどんどんの分化していきますで分化していろんなね幹細胞が皮膚だったり血液となったり臓器となったりいろんな幹細胞が働いてそれぞれの臓器とか皮膚とかこう人間のね形を体をどんどん作っていくわけでございますよ。はい、で生まれた時にその下の方にね書いてございますけれども生まれた時赤ちゃんの時に0歳の時に人は 60億個の肝細胞を体に持って、はい、3兆個の細胞としてて生ままれてくるわけでございますそれが二十歳になる時には細胞を肝、まあ、細胞の60億個を使ってどん,どん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 ね上にあります通り皮膚とか血液とか臓器とかね皮膚とかこう神経とかいろいろね臓器細胞を作っていることに作られることによって作ることに働かれることによって肝細胞は10億個に。 20歳ぐらいになってしまい、その代わりに60兆個の細胞となるわけでございます。そしてね、もう大人になってね。成人となってこう。人間のこう出来上がりができるわけなんでございますけれども、だいたいここにある通り、20代の20歳になった時には幹細胞が10億個。と、 平均言われておりまして、まあ、ここにもね個人差はあります。お子様のとこからね。色い々大病されてる方とか、怪我された方はそこにいて修復に回ってたりするので、まあ、先ほどお伝えしたみたいに回数券チケット制のものですから、そこに差が出てくるわけですが、平均的にだいたい20代の時には10億個の幹細胞が体の中にあると言われています。ここからどん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 老化ということで減っていくわけでございます。けれども、減る過程の中ではい。怪我したりとか。 大怪我ししたたりりとととかか病気っていうこどん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 それで個人差によって回数券がどん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 使われてくることによって個人差が出てしまっての量がどどんん減ってくるわけでございますでも健康的に本当にね病気も何にもしないで怪我も何にもしないでずっといれば大体120歳までは人間は生きられるというふうに言われているんですけれどもそれまでの間にね誰もが大体怪我したり病気したりなんかするじゃないですか。ねね途中 40506070とかになるとね、まあ、がんになってみたりなんかこうどっか病気になったり手術するようになったりとかそういうねことになって使われたりとかするからどん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 減ってきてしまうっていうのが個人差レベルになってしまうわけですけれども大体いい平均的に健康で怪我もしないでも普通に健康的に来た方で大体いい50歳の時には肝細胞が3億個と言われています。はい なのでねまあ、億この時で50歳の時に3億個って言われておりますけどもこの段階でも1億個の方もいるわけですよ。病気にどんどん使われてね修復に使われた方とか大病の数々された方はねここで差が出てきしまったりするんですけれども中にはね50代でもあんまり使ってなしゃない方もねもうちょっとあるかもしれないですけど、まあ、平均的に3億個と言われてるわけです。ここががどどんどん減って減っっっててゼロになった時が その方の方寿命と言わわれてるわけですからなのでじゃあ怪我も大病も何もしなかったらずっと生きられるじゃないかって思ってらっしゃる方もいると思うんですけどなののので寿命っていいうのはその個人差が出てしまいますよね病気したことによって60代で亡くなられる方もいれば70代80代でそれぞれまちまちでございますけれども今ね大体いい平均寿命が男性も女性も8 5 6とか。 まあ80代というふうにね伸びておりますけども何年数十年前とかはねあの60何歳という時もありましたよねなのであの定年とかね60歳で生まれ変わるじゃないですけどあのリセットしてで60からは還、まあ、暦というので、ね、お祝いして4名をねこうどんどんこう長くしていただくように祈りながらということもありましたけどももう再起源60代になって現役じゃないですか。ね、定年も65に伸びたりとかする ところもあるようにもう560代って今全然ね引退の年はなくて現役で働いて若々しい状態になっておりますけどもそうやってね今80代がね平均寿命みたいな話になっていますがもう再生医療が今進んでおりますのでね薬で治す時代から細胞で治す時代というふうに言われておりましてご自身の細胞で治せる時代というどんどん医療は進んでおりますからねそうすることによって今の平均寿命も80代からもう今はどんな方でも100歳まで。 生きられれるという,ふうに言われておりますしもっと進んでくればね120歳まで当たり前に皆様がね生きていられるというねいられる時代になっておりますけれどもでも中にはね100歳なんてあの寝たきりになって動けなくなって物もわからなくなって。 長生きしたくないよってねおっしゃる方も多いんですけど今の健康な見た目も若い体内年齢も若い560代の状態姿で体内年齢の状態で100歳までだったら全然良くないですかだって人生一回ですからね少しでも健康的に若々しかったら100歳でも120歳でもすごい喜ばしいことじゃないですかだってもう何十年前はね人生50年って言ってね50 だってももっと言えば江戸時代とかその前とかはね13歳とかでねもう大人でね亡くなったりという時代もあったんですけどどん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 進化して人生50年って言われる時代もあったのに今やもう、ね、100歳時代というふうに言われてますからもう50年もそこで伸びてるわけですから信じられない時代が信じられる時代に変わっているということでねもう本当にねどんな方でも一般の方がもうどんな方でも 100歳まで120歳まで生きられるっていうのがね今理想的になっているもう現実的になっている状態でございますからもう皆様に知っていただきあやかっていただきたいなというところでございます。はいでね50歳がだいたい平均的に3億個っていうふうに言われてるんですけれどもじゃあ病気しなかったらずっといけるんじゃないかって思ってる中よく90代とかでねせっかく元気だったのにあんなに昨日まで元気ですごい病気もなくて。 自宅で楽しくしていたのにある日ね朝起こしに行ったらそのままいなくなってしまっていたっていうねことがあって老衰っていうね言葉が皆様ご存知かなと思いますけどもその老衰っていうのはね病気もしないのじゃなくなっなんでいなくなっちゃったのって思うじゃないですかそれはその方の体から肝細胞がゼロになったから寿命というね日を迎えてしまったということでねあの病気もしなくても。 亡くなってしまうのはその方の体から幹細胞がゼロになったことで寿命というふうになってね最後を終えられたということなんですってううなってしまうんですけれどもそれが今ねゼロにならないように少しでも自分の幹細胞を増やして戻すことでゼロにならないようにしていただけるというのが、ね、再生医療でございます。はい 全国に肝細胞治療が、ね、できるところは今 100, 100, 件ぐらいかな100数十件、まあ、100件ぐらいだというふうに言われているんですけれども肝細胞、まあ、治療、まあ、再生医療ですね肝細胞治療ができる病院は限られております。これも厚労省の認可を受けた病院だけしかできないのであの大学病院だから大きな病院だからどこでもできるわけでもなく小さな個人病院だから。 美容クリニックだから小さな町の病院だからできないわけでもなく、はい、大学病院だったら何でもできるってわけではなくてねまた専門がね違いますからね厚労省の認可を受けたところであのご対応いただくっていうものになっておりますけれどもじゃあどうするのかって言った時に肝細胞ってご自身の肝細胞をあの化粧品とか他のものに使われてるのはねほらあの植物肝細胞とかね効くと思いますけどもねあと 豚ととかかなんとかって色々ね、動物の、ね、幹細胞とかいろいろあったりもしますけども、現実的には、まあ、植物幹細胞とあの人由来の幹細胞というふうに、ね、あの現実的に言われてるんですけれどもご自身の幹細胞ってね、自分由来だったら青合合わないがないし不安もないし安全ということでね、ご自身の幹細胞を採取して増やしていただくっていうのをね、おすすめされているのが再生医療でございます。 でご自身の幹細胞をじゃどうやって取るのかといったときにあの大学病院の、ね、一部ではあの札幌医科大さんもそうですけど、ね、大学病院になるところではあの骨髄から取って、えー、幹細胞を取って培養してとていうのもありますけど、まあ、骨髄というと数ミリずれたときにちょっと不安だなとか、ねまあ、不安がなく大丈夫だからということで、ねまあ、その医療レベルで。 先生たちがやってらっしゃることなんで安心して起きていただけるものではあるんですけれどもイメージ的にね骨髄ちょっとでもずれたら大変なんじゃないか致命的なんじゃないかというね不安に思ってらっしゃる方も世の中にはいらっしゃると思うんですよね。そうする時に脂肪から取ったらよりご自身が安心なんじゃないかというところで脂肪からね取る幹細胞を取る国病院とかも今は増えております。で幹細胞も自分の あの組織から取るのもありなんですけど組織で取るよりもね幹細胞のお腹のね脂肪から取ると脂肪吸引ってよく聞くと思うんですけど脂肪から取るとねあの液体で取るわけですから取ったところによりすぐりのえりすぐりのいい幹細胞だけを集めてその元気な幹細胞だけを集めて培養した方がよりなんか効率的なかなとよりいい。 元気な幹細胞が集まってるんじゃないかなっていうところで、お腹の脂肪から採取して培養するのが今は一番理想的かなっていうところで皆様がこう興味持たれているものでございます。はい、ご自身の脂肪からね少しだけあのー、採取して、でそれを培養期間においてちゃんとしたね医療の培養期間でだいたい5週間ですかね1ヶ月今日5週間培養してで 点滴でご自身の体に戻していただくっていうことになるんですけども、先ほどね、あの、ま、全国にその、どこでもね、まあ、100件ぐらいとさっきお伝えしましたけども、肝細胞治療やって採取して培養して戻すところはあるんですけども、何が違うかっていうと、戻す培養の数が違っているのが現実です。クリニックによっては、1億5000個とか、1億個で戻すところもあったりとか、1億見たらなくてね、数千 でここで戻すすすところももあったりするんですけれども先ほど、まあ、DL サイトでお伝えした東京にありますベェルビ陽気科クリニックさんはですね2億個で戻しているということでねなのでどうせならということで、ね、元気な幹細胞を2億個で戻したいというところでね皆様あのご連絡をいただいたりしておりますけれども例えば2億個で戻したとしてさっきで見ていた,よいただいたように50代で、まあ、平均的に まあ3億びたってない方もねさっきお伝えした怪我とか病気とかたくさんした方はいらっしゃるんでしょうけれども、まあ、一般的に3億個としましょうそしたら3億個の状態をご自身の細胞を 失敗をして点滴で戻した時に、二億個で戻したとしたら、三億個の状態が二億個戻すわけですから。そこで五億個になるわけですよね。すると、五億個の状態っていうことは、まあ、四十代、三十代の状態に戻るというわけですから。五十代で三億個しかなかったら、今後ね。何か病気した時、何か大病した時に、命に関わるとか、優先で使いたいわけですから。三億個がなくなってしまった時に、一億個とかになってしまったら、不安じゃないですか。なので、で、まあ。 病気と戦う兵士兵隊と思っていただいたらいいかなと思いますけど兵隊が、ね、体の中にいなくなっちゃうと病気でねいちこになってしまったらちょっと不安になってしまいますから幹細胞ももう兵隊をねあの使わないように命優先で何か働かなきゃいけなくなった時のためにもう動かないわけですよそうすると、まあ、50代は50代で見た目になってしまいどんどんね見た目が吹き込んで その命優先で使いたいがたびに働かなくなるので若返りに使われなくなるので着々と美容とか見た目には使われなくなるのに老けてくるんですよね。なので20代の時とかはね1 0個もありますからねもう全然もう回数券チケットがいっぱい余裕がありますからねちょっと使ってもいいだろうっていうことで命に関わらない見た目とかにどん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 ,どん使うので20代とか30代とか若々しくてね綺麗じゃないですかかっこいいじゃないですか肌もツヤツヤで若いでしょ。子供のとか でどん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 大人になってもまだ20代30代って若い見た目じゃないですかでも50代とかになるとねもうたって3億個になっちゃってるわけですから7億個もね使っちゃってるわけですから3億個にたった時にそんなに見た目に使ってる場合ではないということでねなんで年を重ねることによってどんどん吹き込んでいっちゃうわけなんでございますけれどもはいでもそれが2億個を培養して点滴で戻したことによって5億個になったら体内年齢がね見た目年齢がもう 40代30代に戻れるということではそういう意味では本当におすすめしているものでございますなのでねあの健康寿命を伸ばしていただくという意味でも肝細胞治療を本当におすすめしているんでございますが命優先で使えてもう余裕が出て回数期にちょっと余裕が出たなと思うと見た目若返りにね肝細胞が働いてくれるということもあってなのでリバースエイジングということでね見た目年齢も体内年齢と一緒に 若返っていただけるということで、ね、画期的な再生医療の治療となっているものが肝細胞でございます。はい、でね。このね。医療施術ってことでね。お勧すすめしたりしているんですけれども。でもそこまではまだ満たらないし、そこまでは別にいいよ。って言ってらっしゃる方が自覚のね。ホームケア商品ということで、幹細胞化粧品っていうかね。幹細胞商品を。サプリとして摂取いただいたり。 見た目につけるものとして、ね、お肌にケアするものとしてスキンケアとして使っていただいたりということで肝細胞商品が世の中に増えているというのが現実でございます。はいで肝細胞商品化粧品ってねよくねポップとか店頭に並んでたりしますけどもね、まあ、正確には肝細胞を培養した時に出る上澄み液で作られたものが肝細胞化粧品というものなので肝細胞化粧品の中に肝細胞、まあ、細胞自身が入ってたら怖いでしょ。 肝細胞は入っていません。幹細胞を培養した時にできる和澄液肝硫系肝細胞を和澄液常成液というので作られているのが商品となっているので肝細胞化粧品というのはねちょっと略して言われてるだけで、ね、幹肝細胞が入ってるわけではないです。はいまあ、でもねじゃあ和澄液って薄いのダメなのっておっしゃる方もいるんですけど肝細胞とその常成液和澄液は培養した時に出る和澄液は同じぐらいの力。 を持ってていいいるるという,ふうに言われているのでなので商品としてももう画期的に若返っていただける商品と言われているもので理想的と言われているものでございます、はい、イメージ的にはねあの肝細胞がお米というふうにイメージしていただくとお米をあの炊く前に研ぐじゃないですかお水で研ぎますよね研いだ時に研ぎ汁で白いお水が出てそれ捨てちゃうじゃないですかあのお米を研いだ研ぎ汁の白い研ぎ汁が お米と同じぐらいに栄養素があるっていうようなイメージで思っていただくといいかなとあの研ぎ汁が肝陽系幹細胞醸成器上積液っていう感じのイメージで思っていただければなと思いますはいそれでね肝細胞症にたくさんね世の中出てるんですけれどもール製品ールセレクトでお届けしているものはじゃあ何がこんな違うのかと皆様がねなんでこんなに喜んでいただいているのかっていうところは全て DDS の技術で作っているものということでございます はい、差別化ということではないですけどねあの世の中には、ね、たくさんいい商品たくさんありますよ同じようにね幹細胞商品たくさんあったりとか、あのー、サイトカインっていうね、あのー、若返り因子というのがありますけどもそこにね入っている、まあ、幹細胞の一つでありますエクソソームとかね今流行ってると思いますけども、まあ、エリート細胞とかね伝達細胞とかも言われているものでございますけれどもその一つがねエクソソームだったりするようにサイトカインのね、あのー 上積み液の常成器の中にはたくさん詰まってね、若狩り成分がたくさんあるので、有効的に使っていただきたいというところでございますが、そういう商品がたくさんあってね、でもその成分がたくさん入ってればいいというものでもなく、ちょっとだからダメってことでもないんですけれども、何が一番必要かというと、やっぱりいい成分もいい、届いてほしいところに届いてもらわなければ意味がないということで、ただ上乗りするだけだとね、なかなかね、入ってほしいところに届いてほしいところに届かないっていうね、 問題があって。なのでクリニックとかエステとかに行ってなんか美容器とか美容術を美容施術美容器を使ってね届いてほしいところに届いてもらえるようなこうお手入れをするわけなんでございますがディルセレクトの商品は全てドラッグデリバリーシステムドラッグデリバリーというのは、ねまあ、成分を運ぶ技術というか DDS の技術でもう最先端の医療技術を応用して作っているものでございますかね。そそののの DDS 技術で作っているものだからこそ その有効成分がもう届いてほしいところに届いていただくっていうことでね理想的になっていただければなっていう形で作っているものなので皆様が本当にね理想的な結果を皆様が手にしていただき喜びの声をいただいてるんじゃないかなって思います。 はい、もうね TikTok とかも見ていただいたらなと思いますけれども数々ねリエールセレクトの商品のご説明をさせていただいておりますしこの番組でもね定期的にあのリエールセレクトの回でお届けしておりますのでぜ、ね、是非見ていただきもう是非ね使った方にしかわからないっていうね喜びの声頂い,いておりますので是非皆様リエールセレクトの ページを開いていてただきご興味あるものもう全て DDS の技術で作っているものばかりを揃えておりますので、ね、ぜひ今年は一緒に若返っていただきもう若作りはもう古いですからね上乗りの現状維持の若作りはやめていただきリバースエイジングで健康寿命と見た目年齢体内年齢を若返っていただくお役に立てればなと思っておりますはいまた次回はね